元谷悠希 MMA 戦績33勝9敗、7回の KO 勝利、12回の一本勝ち、14回の判定勝利を収めており、2回の KO 負け、3回の一本負け、4回の判定負けになります。元ディープフライ級王者、元ディープバンタム級王者と2階級制覇しており、現在はバンタム級を主戦場にしています。18歳の頃にキックボクシングを学び、その後総合格闘技をはじめ、2011年にディープ名古屋大会にてプロデビューし、見事 TKO にて初勝利を飾ります。今では寝技のデパートの異名を持ちますが、デビュー当初はストライカーとして MMA のキャリアをスタートしています。すると2012年ディープフライ級トーナメントに出場が決定し、1回戦はアームロックで一本勝ち、2回戦では判定勝利すると、決勝戦では18秒での TKO 勝利を飾り、ディープ最年少の22歳で王座獲得に成功。するとディープ63にて後に1へ参戦する和田達光と初防衛戦が決定。しかし和田の組んでからの投げに苦しみ、判定4対1で判定負けし王座陥落。王座陥落後は雷神参戦中の寝技10段こと今成正和に判定勝利すると、次戦は和田達光に勝利している前田義郎と対戦。すると1ラウンド終了間際に元矢が腕ひしぎ十字固めを決め一本勝利。これによりディープ68にてリベンジマッチ、和田達光とのタイトルマッチが決定。こちらは2ラウンドリアネイキッドチョークにより元矢の一本勝ち。これにより再度ディープフライ級王座に返り咲きます。王座獲得から3連勝すると2015年に雷神に参戦が決定。初戦はフェリペ・フラインと対戦し KO 負けしますが、相手の体重超過により無効試合になり、元矢としては雷神ほろ苦がデビューとなります。そこからディープ、雷神と連勝しバンタム級に階級を上げると、堀口教授の雷神デビュー戦に選ばれます。1ラウンド目では堀口の打撃、テイクダウンに苦しめられる展開に、2ラウンド目も左肺からテイクダウンされ厳しい展開に、フィニッシュすらないものの試合をコントロールされ、判定3対0で判定負けしてしまいます。するとディープに戻りロード FC で朝倉海に勝利しているムンジェフンと対戦。2ラウンド打撃を当てパウンドし、見事 TKO 勝利し、ディープ86にて鎌谷誠とディープバンタム級タイトルマッチが決定。3ラウンドリアネイキッドチョークを決め見事勝利し、これによりバンタム級王座となり、ディープにてフライ級バンタム級の2階級制覇に成功します。しかしここから後に UFC に参戦するビクター・ヘンリーに判定負けし、バンタム級王座から陥落。続くライジン17では扇久保と対戦し、スプリット判定に対1で判定負け、2連敗で迎えた次戦では後にベラトールバンタム級暫定王者に上り詰めるパトリック・ミックスにフロントチョークを決められ一本負けと、強豪相手に3連敗してしまいます。3連敗で迎えた次戦はこちらもディープ2階級覇者大塚隆。1ラウンドから蹴りと打撃で元矢が試合をコントロール。大塚は組に徹しますが、打撃で元矢がしっかりコントロールし判定勝利し、連敗を3で止めることに成功。すると混沌とし始めたライジンバンタム級で上位の呼び声高い井上直樹と対戦が決定。組を狙う元矢ですが、井上に警戒され組ませてもらえません。しかし隙を見て片足タックルを成功させたと思われましたが、井上にうまく対処されバックに回られ、リアネイキッドチョークを決められ一本負け。しかし今までの戦績を評価され、ライジンバンタム級グランプリに選出。1回戦では元シュート王者岡田と対戦し、フルラウンド戦い切り判定勝利。続く2回戦では滝沢健太と対戦が決定。1ラウンド早々に打撃を効かされリング外に出てしまい TKO 負け。これによりバンタム級グランプリ敗退、バンタム級上位に食い込むことができませんでした。しかしここから元矢の快進撃が始まります。バンタム級リザーブに選ばれると金太郎に判定勝利、ライジン35ではアランヒロ、ヤマニハに判定勝利すると、太田忍、倉本和馬と生粋のレスラーたちにも判定勝利し4連勝。そしてライジン40にて元 UFC ファイターのホゼリオ、モントリンと対戦。1ラウンド目からうまく試合をコントロールすると、2ラウンドに元矢の三日月がヒット。これを嫌がったモントリンがタックルに、そこにドンピシャで膝を出し失神 KO 勝利。これにより以前から対戦を熱望していた元ライジンバンタム級王者朝倉海と対戦が決定。5月6日にライジン42にて朝倉海と戦います。